第一号台車東京モノレール100系電車及び200系電車、300系電車、350系電車はかつて東京モノレールに在籍していた小座式モノレール電車である。1964年9月の開業に合わせて登場した。日本国内におけるアルベーグ式モノレールの事例では名古屋鉄道モンキーパークモノレール線に次ぐ2例目となった。 当時の日立のフィルムでは、日立アルウェグ式モノレールと呼んでいた。後述する4車種を組み合わせた3両を1ユニットとした、編成で1から2ユニットを連結した3から6両で運転された。制御装置は、日立製作所製 MMC。制動装置は発電制動併用電磁直通式1ユニットに、出力 130kW の電動機を4個装着し、設計最高速度は、 時速 100km、実際の最高速度は時速 80km であった。車体はアルミニウム合金製で、客用扉は片開き式が片側2箇所、車端部は運転台と戸袋窓、扉間には幅の広い2段窓を3つ配した。室内は全面展望を考慮した開放式の運転台とされ、座席は車輪上部が 背中合わせのロングシート、ドアガンは新幹線に当社と同様の配置の片側二人掛け三人掛けの転換クロスシートであった。搭乗時の車体塗装はクリーム、水色、濃性の配色であったが、後に500系同様の赤、白、灰に変更された。通風装置はファンデリアで冷房は搭載していない。先頭車で前面は丸妻構造。 貫通扉を設けている。全長10.8メートルの二軸車で、中間に200型を挟んだ三両で蘇生された。200系連結側は前断面のホロで結ばれる。定員は80名。中間車。全長8.8メートルの二軸車で、100系、300系、350型に挟まれた三両で、蘇生された。100系の運転台部分を取り除いた形状である。 定員は80名。6両編成用の流線型の戦闘車。全長10.8メートルの二軸車で、中間に200型を挟んで350型を連結した3両で、300K200K350K 系系系、または 350K200K300 系系型で、蘇生された。100K 同様に貫通扉を持つが、流線型のため中間には組み込まれない。前面は100型を、 流線型にした形状とされた。定員は80名。6両編成用の中間車。全長10.1メートルの二軸車で、300系の編成の200型を挟んだ反対側に連結された。100系の運転台部分を客室に変更した。200系連結側は前断面のホロで結ばれ、反対側は100系、350型と連結可能なホロで簡易運転台を持つ。 定員は89名。1964年から全社が日立製作所で製造された。製造量数は 100K14 両、200K11 両、300K4 両、350K4 両である。1973年に107204108の編成が事故のため、1974年に304211353の編成が、 状態不良のためそれぞれ廃車となった。その後登場した500型や600型といった大型ボギー車と比較した場合収容力がなかったこと、加えて老朽化したことから廃車が進み、1978年3月までに全廃された。ありがとうございます。